生し、校外実習の変更となり、不自由な生活を強いられました。しかし、皆さんの強い意志と、周りの支えによって、幾多の試練や挫折を乗り越え、本日、中央競馬の指名権を手に入れました。ご祝賀パックの挨拶とさせていただきます。本日は、ご卒業おめでとうございます。令和4年2月8日、JR 競馬高校長、渡辺貴美。今村誠也。はい。滋賀県寺島離宮社、今村誠也です。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは卒業式を終えて、今の気持ちを教えてください。はい、ようやくスタートラインに立ったという気持ちです。今まで支えてくださった全ての方々に感謝したいと思っています。騎手を目指すきっかけは何でしたか？はい、父がもともと騎手であったことから、生まれた頃から馬が近くにいました。父の背中を追っているうちに、自然と馬の仕事に興味を抱き、騎手を志すようになりました。目標とする騎手、どんな騎手になりたいですか？はい、三幸秀明騎手のような謙虚な姿勢を大切にし、福永祐一騎手のような常に馬に対する探求心を抱き、武豊騎手のようなたくさんの人に信頼され、応援され、尊敬されるジョッキーになりたいと思っています。競馬学校での一番の思い出を教えてください。はい、日常の自由時間です。具体的にどんなことが印象に残っていますか？はい、同期とたわいのない会話をしたり、騎乗のビデオを見て話し合ったりしている点です。それでは最後に今後の抱負をお願いいたします。はい、小さなチャンスでもものにして活躍できるジョッキーになりたいと思います。応援よろしくお願いします。